はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。あれ、なんだっけ、鬼武者3よろしくお願いします。まず白羽織で回復します。で、コメントありがとうございます。右スティックをクリ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 すると回復速度が上がるっていうコメントをね、いただいていまして、どうかな。回復している、わかるかな。今何もしてない、グリグリしている、グリグリしていると、すごいすごいすごい回復しているよ。あ、でも左スティックに触ってしまうと良くないことが起きてしまうので、親指だけでやりましょう。手のひらでね、クリクリ職人的なことをやろうとするとダメですけど、うまくやればできるかな。あ、手のひらをマッサージされているようで気持ちがいい。行くぜ。すいません、自分ではめるんですね。金の骸骨、はい、黄金バットは世代ではありません。行くぜ。あ、セーブしとけばよかったな、ここで。貴様、待っていたぞ。約束通り面白いことを教えてやろう。私は今時のねじれの研究中でな。時のねじれ、この研究の完成すれば時間を自由に飛び越えることができる。そうなれば信長様をはじめ大勢の天馬がこっちへやってきて虫けらどもを滅ぼすだろう。この世界も現場のものになるのだ。黙れ、そうはさせるか。虫けらは虫けららしく地獄へ行け。待て。時の勇者にならないといけないのか。他のコメントもありがとうございます。まずこう三角ボタンでとどめを刺すと、青玉だからまたあれかな、その三角ボタン玉が出やすいらしいので、それをね駆使していければいいなと思うんですけれども、難しいよね。で、確かにね、これ前からずっとシリーズで通して他の武器も弾取った時に回復するみたいなので、どんどん武器をこうやってコロ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 変えていくっていうのがまた一つ、大事というか。おい、どこにいる。出てないんですが、それは。ああ、でも出た。ああ、スズメだな。ないよりマシって感じですかね。時空研究所3、各所、なんてこった。例の装置を調べていたら突然どこに飛ばされてしまった。どうやら私は時のねじれを超えてしまったらしい。私としたことがうかつだった。地上には何も知らない虫けらどもが徘徊している。いつの時代も本当に鬱陶しい奴らで、急ぎ新たな拠点を作り鬼一族の遺跡へ戻る方法を探ることになる。早速いい場所を見つけた。ノートルダム寺院と呼ぶ建物、近くの地下墓地には人骨が腐るほど置いてある。なんで？一緒に時のねじれを超えた玄魔に命じ、一緒に来ちゃったんだ。地下に城を作ることにしよう。心置きなく研究に没頭できる私だけの城。それにしても時のねじれにはわからないことが多い。なんとか理解解明できればいいか。ギルデンスターもやっちゃった。なんだ、なんだい。ありがとう。神奈代や。こっちは？こっちは何もないか。これが時のなんたらかんたらってやつ。これまた別のものは転送装置か。すげえよな。だってさ、時を移動できるのとはまた別に自分をまた別の場所に転送できるっていう機能、相当すごいと思うんですけど。正直言ってさ、これだって一つのタイムマシーンだと思うんだけど。ねえねえ、サマノスケ、これってジャックが乗ってた船だよ。
どういうことだ。わかんない。あたいちょっとジャックの様子を見てくるよ。ん？あれ？どうした？いつもならこれで時間をひとっ飛びできるんだけど、よくわかんないけど、ここって時の流れがおかしくなってるみたい。時が？何か手がかりがありそうだな。沢之助ってさ、理解してるんだかどうでもいいんだかよくわかんないよね。それ演技なのかこの顔の表情なのかよくわかんないんだけど、どういうことなんですかね。同じ場所、同じ時間軸にいるってことなのかな、それとも本当にその時の ルールというかおかしくなってるんですかね。壊れている、うん、同じ時間軸にいるっていうことなのかな。あ、鬼薬あるとこでも、そうそうそう、あの、いやちょっと電車に乗っていて考えたのが、まあ人が歩くよりも確実にさ、まあ自転車とか車とか電車とかね、飛行機とかの方が早く移動できるんで、なんだろうね、未来限定のタイムマシンといっても過言ではないのかななんて考えていたりしたんですけど、俺たちが行きたいのはね、そういうことじゃないんだよなっていう。できることなら過去にね飛びたい。時空転送の書、転送値を使うことにより過去をジャックの過去のジャックと未来のサムノスケとの間を自由に行き来させることができます。あ、過去をね預ける。あー、なるほど、これか。これさえあれば今度からその鬼、あーでも鬼系はどうなんですかね。鬼系のものはもしかすると、まあ、強化系ね、強化系のものはできないかもしれないですね。だ今後はこの鍵とかそういうものをあちこちから行き来させる風になってくると、ちょっとめんどくさいくなるのかな。ちょっとゼルダ的プレイスタイルに、あ、これが転送装置かになるのかもしれないですね。で、あ、これがセーブポイントか。この竜はなんだ？ん？お、なんだこれ？光竜の番。あ、こっちは？これは？あ、番。さすがにこの番は。そうだよね、ここはめないと階段が発生せずにそこに行けなくなっちゃうんで、まずそこに行かないといけないのか。一旦セーブしよっか。おい、一応ね、刀の方も、あ、太刀の方も強化しましたので、またねこの ゲージというかデビルメイクライでいうレッドオーブ、ん、先へ進めない。お前何言ってんだよこのマジかよ。泳げよ。え、あれかな、やっぱ兜じゃねえ、鎧とかつけてると厳しいのかな。どうしよう。え、じゃあこのバンを別のとこにはめてみる、はめられんのかな。あ、どうもさ、なんかセレクトボタン押しちゃう。あー、やっぱ無理だよね。ちょっと待ってね、これを、あ、やっぱダメだな。行き来させるだから、例えばこの番を渡すとか、いきなりやるかな。あ、あ、やべ、え、いきなりもうやらせてくる感じ。おお、戻ってきたか。なんだか変な場所だな。
が玄魔の基地なのか。それがね、今未来の様之助も同じ場所にいるのよ。しかもこれと同じ船がそばにあってね、ボロボロなんだけど。まさか過去と未来がつながり始めたのか。それってまずいことよね。ああ、大いにまずい。未来がめちゃくちゃになっちまう。ああ、なんとかしないといけないんだ。っていうか、ジャックの把握力半端ないっすね。ただの軍人さんじゃないってこと？それとも軍人さんも多少頭が良くないとダメってことかな。ああ、まだでかい系か。見えねえんだよな、でかい系は。ただどちらかというと、三角ボタンでね、とどめを刺すというよりは、でかい敵、ひるまない敵に対して、攻撃をね、仕掛けていきたいなと思うんだが、よっぽどね、余裕があれば、それでもいいかもしれないけど。ありがとう。やっぱ攻撃力上げただけあってかなりサクッとやっつけられますね。ただ、強化しないといけないことに気づかされてしまったので、いやおうなしにそれだけ強化ってことはできないんですよね。頭にきますわね。ということで槍の強化もしておきましょう。いけるかな。はい、もちろんいけませんね。いやー許せねえ。相当でも稼がないと無理ですよね、これ。厳しいですわね。で、盤はもちろんどこにもなくて、こちらにはめ込まないといけないんだね。すごいな、ここ。ああ、時間の巡りが違うから。いや、そんなことないよな。やっぱ綺麗だもんね、こっちの方が。はい、この間無敵。すまねえな。左の角を失った竜の装飾が不自然な向きで止まっている。角を見つけてこないといけないところが。水が溜まっているので先進めない。どんどん水をこれで抜いていかないといけないのか。あー、ここからなってことじゃ、どんどん行き来しないといけなくなるのか。疲れそうだ。あれ、これは壊すものでもなければ、何をするもの、押すものでもなさそうだ。うん、まあいい。探索を進めよう。古びた石板と時空の書に、時のねじれの研究は依然困難を極めている。遺跡の奥で見つけた鬼の装置、なんとか起動はできたが動作は常に不安定。運よくねじれを生成されても一瞬のうちに消えてしまう。何度か失敗を重ねたうち、あることに気がついた。最近世にも不可思議な品々があちこちで見つかっている。人間が作り出したものではなく、我ら玄魔の作り出したものではない。ん？これらの珍妙な品々は、私が実験で作り出した時のねじれにより未来から運ばれてきたものではなかろうか。とするとねじれの先には間違いなく新たな世界が広がっている。森の装置に玄魔の科学の息を注ごう。次の実験こそは成功するに違いない。時間さえも支配するのだ。困っちゃうな。あ？どうやら謎が解けてきたみたいですね。お前は？ギルデンスタンはここで時のねじれ装置を作ったんですよ。まだ未完成ですがね。ねじれ装置だと？それはタイムマシーンのことだ。いえ、その装置はどこにある？ご自分で探されることですね。万人にはお気をつけて。
ここにあるものがそれらではないみたいですね。あ、またなんかある。鬼武道の書一線。あ、一線はまたちょっと違うんだよね。五の線みたいな感じで、攻撃受けそうになった時に弾かないで、そのまま、多分、攻撃を当てることで、多分、より強力な一撃を放つことは、できるのかな。弾き一線よりも強いのかもしれないけど、このさ、転がってるやつは何なんだろう。気にしないでいいのかな。あーでもようやくなんかバッサリしてきたかな。ただね、これどんどんさ強化すると形が変わってるのもわかるかな。この演者剣、剣先こんなんじゃなかった気がするんだよね。どんどん大きくなってさ、あの犬夜叉とかに出てきた蛇骨刀みたいな感じになったら嫌なんですよね。俺細いまんまでいいんですよ。ロマンがあるんですがね。近づけない。うん、さっきの原版は石版、鬼の文字と数字が彫り込まれている本の形をしている。うん、使い道がわからん。あ、これは、お、ちょ出てきちゃいけないやつが出てきたけど、なんだ、上の矢印が刻まれた突起がある。押しますか。あ、エレベール。あいつはどこから出てきたんだよ。あ、神殿地図。いやー、あいつどうすんの？真面目な話。届いたな。どこにいるんだ？もう一人。いけるか。あー、やろうとはしてくれる。でも先にこれを、あー外した。よし、この間無敵。あ、一応切ろうとしてくれるわ。よし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 、いいぞ。普通に切ろうとしてくれる。どうやってやる？ね、ジャックの気分次第です。立ち位置によってやるやらないだね。1、2、4、5。1×2×。抜けているけど、はめることはできない。入れたり出したりはできないんで、俺がここに叩き込むだけでいいのか。ああ、そっか。自分で考えろと。1×2+3+4+4-5 か。22。何から考えようか。そうだな。とりあえず20にしないといけないから。とりあえず4、5、20にして、で、さらに、4、5、22。25にする必要があるのか。だから、25っていうか、これはダメだな。よし、こうだな。果たしてこれが鬼の文字だったのかっていう話にもなってくるんだが、うわあ、なんだい、びっくりしちゃったな。ん？あれ？あんただったか？まあいいや。そろそろ行っとくか？魔空空間ってどこに用意？断っとくが、生きて帰れる保証はねえよ。俺が、全然いけないところですね。想像びっくりしたで、今。お、八さん。八じゃない、ホタルか。どこだ？こっちか。ありがてえ。敵は出ないのかな？お宝だけか。お、竜の左角。これが必要。ありがとう。岩薬。あ、これは鬼部、ん、鬼玄武の書。
最近読んでないものあったっけ？原文だけか。天かける、天かけるから機械。我ら鬼を続く新たなる力、天かける機械を開発せり。威力のほど凄まじく、正しき知識のもとで、なんだこれ、持ちうれば、富士の峰、あ、霊峰さえも、空の果てまで誘いかね。え？我らが天かける機械を使い、作りし、戦艦、鬼玄武と命名する。本体は鬼ヶ島に。あれ、鬼ヶ島？これを狙いし、玄馬の老島、島を吸収するも、案ずることなし。玄武の神髄、この海底神殿にあり、無事を保てば玄馬など恐るるに足らず。鬼玄武、これなんか杖で乗っかったやつかな。ちょっと待ってね。ここで必要なものは取ったんだっけ。血が吹き出ている。ここは使えないのか。じゃあまずあの竜の角をぶち込まないといけないですね。これが万人か。バイデン、なんだこいつは、邪魔だ。どうだ、こんなもん、ただの雑魚じゃねえか。さ、戻ろう。で、このまま戻ればいいんだっけ。あ、そこの竜ののか、そこにぶち込む必要がありまして、ちょっと待ってね。はい。で、そうすると勝手に回りますね。竜かな、俺は牛かと思ったけど。明らかに様の助の方に行けと言っているが、何の音だ、鳥か。ああ、これで水かさが下まで引いたから移動ができるようになったっていうことだけか。戻らないといけないんでね。じゃあ様の助の方に。おお、びっくり。そしたらコメントいただいた、これね、また変わってる。強化戻っているので、これギスギスギスと。よし。で、こうやってやっていくと、まあ、かなり快適にプレイができるというアドバイスいただいてきましたので、ありがとうございます。まあ、どんどんね、これで使っていければいいのかな。あ、じゃあこれの時にも、じゃあ回復してってこと？あ、回復してるんだね。なるほど。ちなみに、サマノスケに渡すものは？あ、今のところなさそうだし、俺は力石を使わないといけないし、セーブをしないといけないし、その前に、でも強化をしないといけないし、届かないし。とりあえず、サマノスケの方に移動、あ、転送だけすればいいのかな？アイテムがなくてもアコを転送するだけで、サマノスケパートとジャックパート。西暦2004年ですか。ってことはこのゲーム2004年に出たゲームなのかな。そしたら今度はこれだね。あ、原版がはめ込まれたまんまになってる。ちょっと嬉しいね、こういうの。ちゃんと未来と過去がつながってるっていう証拠だよね。うわー、なんだい。あ、なんだ、ただの弱いやつか。よし、まあ、基本的にはね、強いレベルの高い武器でどんどん進んでいって、まあ、もう どうしようもねえなって時に、まあ、三角ボタンで物を言わせていくっていうスタイルでいけばいいのかな。
なんだろうな、なんとなく ここで三角ボタン使ってもなんかしょうがないような気もするんだよな。あー、竜がちゃんとねそのままになっている。あー、この装置もそのままになっている。なんだって、竜の全身が彫られた青色の円盤か。これを取ることによって、もちろんまた君か。さん、おびに面白いものを紹介しよう。ランマル？ランマル、お前はもう今までの見はもうない。その強さ、あの虫けらに見せてやる。ギルデンスターあんな声変だったかな。哀れな姿になったな。黙れ、俺は最強の力を得たのだ。行くぞサマラスケ。なんか狂ってねえか。もうさっさと、あ、当たらなかった。あ、当たらないとゲージはそのままなのか。助かるわ。なんかおかしい、おかしいだろこれ。ランマル天属性なのか。当たらねえ。よし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 、よし吸わせてもらうぜ。基本的にはもうとりあえずこのゲージ使ってね。えなんか今すげえなんか吸ってたんだけど、なんだこれも。弾き一点でできんのかな。できんのかも。あーでも難しくねえかな。あーできなさそう。できる自信がないな。そしたらまた武器を変えていくと。これでもね、武器いち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 変えるのめんどくさいんですよね。もっとね、カチャ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 切り替えられると楽だったんですけどね、こういうところも。見えない見えない、何も見えない。よいしょ、当てなかったか。一応アコがなんか吸ってんのかな、あれ何かを。あ、当たらねえ。で、もうゲージがなくなってしまったら、こんなものを使う必要はないので、また天属性の双剣の方を使っていきましょうか。見えない。何にも見えねえ。隙はどこだ？あー、これちょうど見えないような感じになっちゃってんだな。それとも、あれかな、鬼ごてかなんかと、似たものを使って魂の取り合いをしてるのか？なんかそんなようにも見えるな。だけど今俺は鬼になれる。鬼になったらもうやつは死ぬだけだ。おらー、ダメか。あ、やっぱ吸ってるね。終わっちまった。あー、やっぱ取り合いをしてるんだ。それは困ったね。ただ一応取り合いになるんだったらなんとかなるみたいですけどね。はじけそうだな、あれ。はじけそうっていうか、そのなんか打ち返せそうで、吸ってる間が弱点なのか。危ねえ。よいしょ、見えないとな、怖いよね。よいしょ。で、これが弱点。あー、弱点じゃねえのか。まだ生きてる？息はあるか。あー、でもな、打ち返す度胸が俺にはない。危ない。結局、相手の空振りを狙って、
や聞くぐらいしかないんじゃないかな。自分からね多分技出していってもガードされちゃう気がする。相手の方が優秀ですからね、その辺。見えない見えない。いや切っちゃう。危ない危ない。でこのタイミングで、あーやられちゃった。難しいな。あー身代わりのお札があったのか。もうコントローラーを置こうとしちゃったよ。これだったらなんか弾いてもよかったかもしれないですね。危ない。あー間に合わない。完全に見逃されたんだよな。うん、反応がないか。森蘭丸ってどういう人だったんですかね。あんまり詳しくね、歴史とか追っていない。おお怖い。切れるか。ダメか。緑色がゲージ持ってないと途端に怖いわ、戦うのが。よし行こうか。でそうすると今度青の原盤があるんで、またジャックの方に行ったり来たり、まあ、もしくは様之助の方で行ったり来たりする方がいいのかな。それはまた次回ちょっと最初にね、様之助で探索してみるのがいいかもしれないですね。